こんにちは、岡本芳樹です。今日はですね、自分の人生を変えた一冊ということで、この本に出会ったので人生変わったんよねっていうのを皆さんにちょっと語ってみたいなと思ってます。三国志について少し語ってみたいなと思います。出会いは小学校の2年生学校の図書館で借りました。最初に読んだのは西遊記、水滸伝、三国志の順位だったのかな。結局結果としては中国四大奇書のうちの3つをそうやって読んだわけですけど、かっこいいって思ったんですよね。西遊記を最初に読んで孫悟空かっけーって思った。西遊記はかっこいいだった。水滸伝は最後悲しいだったんですよ。三国志は学ぶことがあるだったんですよね。自分の中ではそれがその時に読んだ本だと思ってなかったんですよ。結局ずっと年いってその間三国志に触れることがなかったですよね。光栄の三国志っていうパソコンのゲームを触った時に武将の名前が自分がイメージできないんですよね。そこで吉川英治の三国志っていう本を手に取り直して、このゲーム面白そうやけど、このゲームをより面白くするためにはこれ読んだ方が良さそうやっていうので読み直して、ゲームはもちろんハマりました。面白かったらハマったんですけど、そのゲーム以上に小説の方にハマって、僕の人生のバイブルになってるような気がします。いろんな先生が僕には言ってて、いろんな言葉を投げかけてくれて、いろんなものが勉強にはなってますけど、人としての感受性の弱い僕はこの本から学んでることの方が多いような気がしてます。それは三国志なんですね。三国志は実際にあった中国の歴史に結論は沿ってると思うんですよ。でも三国志演義っていうのを僕たちは読んでて、実は三国志って歴史を読んでるわけじゃないんですね。日本では三国志って言ってますけど、あれは本当は中国では三国志演義って言われてる面白おかしく書かれた小説なんですよ。面白おかしく書かれてる小説っていうのは、ああそんなことしたらそうなるわね、そこでそんなこと言ったらそないなるわなみたいなのの塊なんですね。つまり教科書なんですよ、僕にとって。ものすごい勉強になります。皆さん、あらゆるところが勉強になります。あ、それはこうなるわ、それはこうなるわ、それはもうそ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 うみたいなの全部塊です。どこってピックアップをし始めるとこうキリがないんで、ピックアップをする場所に困りますけど、例えば曹操はこの中国の中で、この乱世の中で将来俺のライバルになる、まあ、もしくはこの中国を統一するのは俺かお前やと思うねんっていうことを劉備っていうやつに言うわけですよ。劉備はその時に、え、俺なんかをこいつはライバルだと思ってたのかって初めて気づくわけですよ。雷がダーンってなった時に、うわ怖いって言ってテーブルの下に隠れたんですね。雷は竜の使いみたいなもので、それを恐れるやつは決して中国を統一するやつにならんというふうに曹操思ってちょっと油断するっていう話なんやけど、自分のライバルの前でお前のライバルになるのは俺やでみたいなことを言うよりも、いやいや俺なんか全然違いますって言った方が相手は気を緩めるはずやなと思って、それは損違いないと思ったんですね。諸葛孔明を劉備が迎えに行くときに、三顧の礼って言葉が残ってるんだけど、田舎の方の小屋に自分の腹心二人を連れて迎えに行くんですよ。孔明さん、うちの軍師になってもらえませんか。いないわけですよ。結局2回目もいないわけです。3回目行ったら昼寝しとるんですよ。それを起こさんとずっと家の外で待ってる。3回も来てくれて、最後昼寝を起こしもせずに待ってくれてるなんてっていうので、孔明はもともとあなたのためには働きませんって言ってたのに心打たれて働いてくれて、その後、まあ、諸葛孔明ですからね、皆さんが知ってる大軍師になっていくわけですけども、そういう人として怖いでみたいな話が山積みなんですよ。成功話だけじゃないですよ。失敗話もいっぱいあって、洛鳳派っていうところがあって、諸葛孔明と同等の天才っていうのがいてて、それが鳳凰っていうんですよと。洛鳳派っていうのは落ちる方なんですね。そこは名前が縁起良くないから行くなって言われたんだけど、諸葛孔明とのライバル心みたいなのもあって、かえって縁起がいいんだぐらいのことを言って出陣するんですね。その時に流れ矢に当たって天才軍師を一人失ってしまうって。人と人とはそのライバル関係にはあるとは言うものの、人の助言を聞かないとかよろしくないですし、ライバル心むき出しにして
そこは無理なんちゃうのって言ったところ無理して突っ込む必要も全くないみたいなことが教えられてたりとか、計略みたいなのもものすごい数あるんですね。その計略も一個一個勉強になりますし、どこが勉強にならないみたいな話はないんですよ。曹操の後を継いだ息子がその弟に対して市長の歌って話が残ってるんだけど、今7歩歩く間に1個詩を書けって言って歌を読めって無理難題言うんですね。そんな話もその細かい内容とかは話さないんですけど、そんなのも全部込み込みで本当にびっくりほどあるんですよ。中国のことわざなんてこの三国志の中から引っ張ってんちゃうかぐらいたくさんあって、一個一個ためにならないことは何もない。僕にとってのビジネスの指南書なんですね。これを頭からケツまで何回読んだだろう。10じゃもちろん聞かない。ゲーム遊んで経済が分かるみたいなのをコンセプトにしたいと思ってるぐらいで、それを三国志テーマでゲーム作りたいと思ってるぐらい、僕は三国志っていうものがもっと日本人に知ってもらいたいと思ってます。ちなみに韓国ではですね、三国志を読んでるやつを敵に回すなっていうことわざがあり、三国志を3回読んでるやつはパートナーに迎え入れろって言われることわざが韓国にあるんですよ。それぐらいそのアジアにおいてはビジネスのバイブルになってると思いますので、ぜひ興味がある方はですね、時間かかりますよこれ、ちょっと長いんで、あと全く読んだことない人はですね、武将の名前が多いです。結構大変なんやけど、学ぶことは本当に多いんで、漫画からでもいい、ゲームからでもいい、何でもいいから三国志に興味持ってもらって一度読んでもらえたらなと僕は思ってます。ここに僕の人生のビジネスの成功のヒントは絶対に含まれてます。お前そういうこと言うてたな、そういうやり方するよなみたいなのが全部含まれてますんで、ぜひよかったら読んでみてもらえたらな、できたら3回ね、できたら3回読んでもらえたらなと思ってますんで、ぜひぜひ興味持っていただけたらと思ってます。今日はこんなところでおしまいになりますが、興味ありましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、ここまでです。バイバイ。なんと世界最大規模、はい、世界最大と言ってね、世界最大規模の群衆だと、そう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 、マングローブの電気広島で船で渡ると、はい、渡し口みたいなところがあって、はい、そこ着くと1キロぐらいかないし